南北朝時代、中国史における南北朝時代は、北義が河北を統一した439年から始まり、隋が中国を再び統一する589年まで、中国の南北に王朝が並立していた時期を指す。この時期、河南には、宋、蔡、張、陳の4つの王朝が攻防した。こちらを南朝と呼ぶ。同じく、健康。 県業にとを置いた三国時代の呉、東信と南朝の4つの王朝を合わせて、陸朝と呼び、この時代を陸朝時代とも呼ぶ。この時期、江南、朝耕以南の開発が一挙に進み、後の随や等の時代、江南は中国全体の経済基盤となった。南朝では、政治的な混乱とは、対照的に文学や仏教が隆盛を極め、陸朝文化と呼ばれる貴族文化が栄えて、 東延名や大義氏などが活躍した。また河北では、千匹百抜部の建てた北義が、五五十六国時代の戦乱を治め、北方遊牧民の部族性を解体し、貴族性に基づく中国的国家に脱皮しつつあった。北義は六鎮の乱を経て、五百三十四年に、東義、正義に分裂した。東義は五百五十年に、正義は五百五十六年に、それぞれ北西。 北州にとって変わられた。五百七十七年、北州は北西を滅ぼして再び、河北を統一する。その後、五百八十一年に、隋の要件が、北州の譲りを受けて定位についた。五百八十九年、隋は南朝の陳を滅ぼし、中国を再統一した。普通は、北魏、東儀、正魏、北西、北州の豪朝を北朝と呼ぶが、 これに隋を加える説もある。李炎寿の北氏が隋を北朝に列しているためである。北魏の前身は大国であり、その中枢部分は千匹百羽部である。大国は前身の府県により一旦は滅ぼされるが、府県が被水で大敗したことをきっかけに再考され、その後は順調に勢力を拡大し、四百三十九年に第三代大武帝の下で、 下北を統一した。しかし、北義内部で、戦費の習俗を守ろうとする勢力と、戦費の習俗を捨てて、中国化を進めようとする勢力との争いが起きるようになる。中国化を進めようとする勢力の中心となったのは、主に、漢民族出身の者たちである。彼らにとっては、中国化が進めば、自らの立場が有利になるということでもあり、また、漢が、 文化的に異民族に勝利したという結果によって、見下していた異民族に支配される屈辱を晴らすことにもなる。この勘家派の代表が、漢人の蔡広氏である。蔡広氏は、外来宗教である仏教を排撃するために、同教教団の教祖和田賢治と手を結んで、大武帝に、廃仏、仏教弾圧、三部一宗の廃仏の大事を行わせた。また蔡広氏は、 漢人官僚を多く登用するなど、官家を推し進めたが、強引すぎる官家は戦費派の反感を買い、450年に中殺される。その後の北儀では、大武帝が暗殺され、しばらくの間は混乱が続く。この混乱を収めたのが、文明皇后、表大王である。文明皇后は、第五大根、文帝の奪で、 四百六十六年に政権を握っていたオツコンを排除し、権文帝を擁して、水連政治を始める。後に、権文帝に、長男の広志、後の高文帝が生まれると、一旦は、表舞台から引き下がるが、高文帝の聖母を殺したことで、権文帝と対立し、これを廃位して、高文帝を擁立した。北儀では、外赤対策として、 新帝の即位後にその聖母を殺すことが通例であった。文明公太号は引き続き水連政治を行い、反独性、三朝性、近伝性などの諸制度を実行して、中央集権化、官化を推し進めた。490年に文明公太号が死去すると、高文美三の申請が始まるが、基本的に文明公太号の方針を受け継いだものであった。九十三年、 首都を、それまでの平城、現在の三世小大道から落葉に移転した。同時に、家臣たちの戦費の死をすべて、中国風に改め、皇室の卓伐死を、元死とした。さらに区本を部分的に取り入れ、南朝を模倣した、北朝貴族制度を形成しようとした。これに反発した、国水派は何度か反乱を起こすが、高文定期のものは、すべてほどなく鎮圧された。 しかし公文停止後には、ますます激しくなり、五百二十三年に始まった六鎮の乱は、全国的な規模へと広がり、北義滅亡のきっかけを作ることになる。六鎮とは、元首都の平城周辺を防衛していた六つの軍事駐屯所のことで、ここには、戦費の有力者が配されていた。平城が首都であった時には、この六鎮は、極めて重要視され、その待遇もかなり良かった。 しかし落葉戦闘により、これらは、辺境防衛の一つに過ぎなくなり、待遇も下落し、ここに駐屯していた軍人たちの不満が六鎮の乱の直接的原因となった。この乱が起きている間に、朝廷では、第八代、公明帝とその聖母である、霊体号の間での主導権争いが起き、五百二十八年には、霊体号により、公明帝が暗殺され、 朝廷内外で混乱は朝廷に達した。六鎮の乱は家守衛が、高宗帝を擁立して一旦は収まるが、家守衛は、高宗帝によって殺される。その高宗帝を家守衛の一族が殺すが、さらに家守衛の部下であった、高官が自主一族を皆殺しにし、政権を掌握した。高官によって擁立された北義最後の皇帝校、武帝は、高官の先権を嫌って、 寒中一帯に勢力を張っていた軍閥の長である、ウブンヤス氏を頼って逃れた。北義の後部帝が、ウブンヤス氏のもとに逃げたため、後官はそれに代わって534年に、後帝帝を擁立して皇帝に即位させた。これにより北義は、ウブンヤス氏が要する後、武帝の正義と、後官が要する後帝帝の闘義とに分裂した。といっても、東西の義は、 それぞれの実力者が定位につくための準備段階でしかなく、その皇帝は実力者の区靴であった。正義では535年に、宇文ん氏が、甲部みかを殺して、文ん元いげを擁立、そのほう後には、敗帝元金、ついで協定、卓抜ぐるわ、元グルわが立つが、いずれもウブン、宇文ん氏の区靴であった。556年10月に、 宇文康氏が死ぬと、その後を継いだ三男の宇文里氏が、協定から、定位の禅状を受け、正義は滅んだ。当議では公官が事実上の最高権力者として、君臨していた。547年に公官が死ぬと、その長男の公、清と次男の高陽が、相次いで権力を継承した。550年、高陽は、公政定から、定位の禅状を受け、 討議は滅んだ。討議では交官が全権を掌握した後に、正義に対して何度か攻撃を仕掛けるが、かんばしい結果は得られなかった。交官は五百四十七年に死去し、その後を息子の高清が継ぐ。この時期に、カナンの長官であった法慶は、自らの軍事力が高清に警戒されていることを知り、討議から離脱して、南の針に基準した。 これを接収するために、張の武帝は大軍を送るが、闘技軍に大敗してカナンは闘技に戻る。この後、法帝による挙兵が起きて、張は大混乱に陥ることになる、法帝の乱。郝清の死後、五百五十年に郝清の弟である郝広寺、文、先帝が継ぎ、闘技の後清帝より前城を受けて、姓を立てた。乱朝の際特別して、北姓と呼ばれる。 高陽の治世初期は、諸改革を進め、北の特決や喫丹を撃破するなど地石を挙げたが、後半期は、旧儀の皇族である元氏を大量に殺害するなど、暴虐を尽くすようになる。その後、高陽の皇太子の皇院を殺して、弟の皇園、皇昌帝が後を継ぎ、皇園の皇太子を殺して、皇父化師、部、清帝が後を継ぐ。 北政の君主には多く主乱の傾向が見られ、政治は乱れていた。ただ、歴代君主は主乱と同時に軍事的才能を持っており、北州に対して軍事的には骨格以上に渡りあった。滝聖典は即位早々に息子の高抜き五種に上位し、その後は上皇として政務を取るが、この時代には、 個人的なつながりを持った長身たちが幅を大きかすようになった。この中であとあるじは、周りの残言を信じて国防に不可欠であった、国立公と乱漁王の二人を殺してしまい、北州はこれを好期と見て、北西へと進攻してきた。高抜きは捕らえられて、後に自殺を強いられた。北西の滅亡は577年のことである。正義の政権を掌握した。 ウブンヤス氏は、ムカワチンの出身で、北義末には、先制一体を支配する大軍閥となっていた。北州、後の随、党の中枢部はほぼ全てが、このムカワチン出身者、ムカワチン軍閥で占められており、以後の中国を長い間この集団が支配することになる。ウブンヤス氏は新たに24軍勢を創始した。この制度は、 軍の組織を上から中国大将軍海府という系列にまとめ、その頂点にウブン・ヤス氏が立つというものである。この制度は後の不平成のもととなったと言われる。また、北義のもとで、寒風に改められた戦費の死を元のものに戻すなど、戦費的な復古政策をとる一方で、修来をもとにしたとする中国的な復古策をも推進した。 後に国号を衆と名乗るのもそれゆえである。この兵力をもとに、553年には南朝張から支線を奪い、さらに方形の乱に介入し、慶州北部、湖北省に、海儡国家、高陵を誕生させて、南朝にくさびを打ち込むことに成功した。556年の宇文康氏の死後は、老いの宇文守が実権を握り、宇文康氏の第三次、 ウブンサトシを擁立して、正義の協定より前兆を受けさせ、北州を立てた。ウブンマモルは、初代のウブンサトシ、公民帝、第二代のウブン一区、名帝、第三代のウブン、武帝を擁立して、先見を極め、突決と結んで、北西征服を試みるが失敗に終わり、最後は、武帝の策にはまり中殺される。年にを開始した武帝は、 巨大な権力と財産と土地を所有していた、道教、仏教を弾圧してその財産を没収し、指導僧や、ニセミダリ僧などを含め、一般の僧侶や同志を兵士として徴兵した。その一方で、管立の儒教、仏教、道教を合わせた三教の研究機関としての、通道館を設置し、優秀な僧侶や同士は、その学士として収容した、三部一州の廃物の台に、 これをもとにして、575年から北西に対する攻撃を開始する。北西は、安君、甲抜きのもとで仕官しており、577年に、これを滅ぼして、甲抜きを捕らえた。さらに武帝は、南朝鎮に対しても攻撃を仕掛けるが、578年の神聖途上で病死する。後を継いだのは、長男のウルミン,ン、仙帝であったが、仙帝は、 武帝の厳しい教育を恨んで、父の棺に向かい、死ぬのが遅いと罵ったという。先帝は即位の翌年に、長男の右分線、正帝に上位して、上皇となるが、その施策は無軌道で無用な土木工事を好み、主職にふけったために人望を失い、それに代わって、期待を受けたのが十二大将軍の人である、妖剣、後の随の文帝である。妖剣の娘、妖麗下は、 前帝の皇后となっており、要剣は外籍として政治に加わっていた。さらに政帝が即位し、580年に前帝が死去すると摂政となって、全権を掌握、翌581年に前上を受けて、隋を立て、北州は滅んだ。江南では劉勇が、東進より前上を受けて、420年に宋を建国した。北では北魏が、 河北統一に追われていたこともあり、建国直後の僧は概ね平和で、第三代の流与したか、文帝の三十年近くにわたる知性は、時の元号をとって、原下の地と称用される前世の時代となだかい。しかしその一方で、東神時代から進行していた貴族勢力の強大化がますます進み、皇帝ですら貴族を成長できないという状態を生ま出した。この貴族制度から漏れた、 肝心と呼ばれる層は皇帝や皇族の周りにはべることで権力を得ようと格索するようになった。文帝は453年皇太子劉将によって殺される。この反乱者たちを倒して即位したのが劉春皇武帝である。皇武帝は貴族勢力の抑制を狙って税制の改革や肝心層の登用などを行う。しかし皇武帝の死後は 身内内での血みどろの殺し合いとなり、権力争いが激化した。特に第六代の劉、明帝は、血族二十八人を殺害し、家臣も少しでも疑いがあれば殺すなどの防政を行い、僧の衰退が決定的となった。この中で、僧の創始者、劉竜と同じように軍事で功績を挙げて、対等してきたのが、正道成である。は、明帝の後を継いだ。 竜明、ご廃帝を殺して、巡帝を擁立し、この皇帝から禅城を受けて、生を建国した。正道成の後を継いだ、第二代の章、武帝は何度か、北魏に対しての攻撃をかけるが、これは痛み分けに終わる。武帝死後に、後継争いで混乱が起き、最終的に正道成の兄の子である、章蘭、明帝が即するが、この感撃を狙った北儀により、 三島を含んだ、わいがい北を奪われてしまう。さらには、明帝の後を継いだ、小法官、東倉公は、極端な側近政治を行って、明帝時代の重臣たちを殺して回り、政治は乱れた。これに対する反乱が何度か起き、500年に起きた、松園、後の領の武帝が拒兵し、東倉公の弟、小富優、和帝を擁立して、 剣康に向かって進軍し、翌年に東倉校は部下に殺された。剣康に入った荘園は、翌502年に和帝より禅城を受けて、針を建国する。武帝、荘園は、正の創始者、正道なりの創祖,祖父の兄弟の子孫という遠い、親族関係にあり、生の創出とは、同性ではあったが、王朝の名を引き継がず革命の形を取った。武帝は、 半雲や賃薬、僧女の編纂者などの信仰の貴族を登用して優秀な人材を集めた。また、旧来の完成を改革し、官位の上下を旧品から十八般に改めている。他にも、租税の軽減を行い、それまで使われていた精神時代以来の大使律量に代わって新しい歯律、り令を制定した。また文化にも理解を示し、この時代は、 南朝の中でも文化の最盛期と言われている。特に武帝の長子、昭刀、照明大使によって編纂された文選はこの時代のみならず現代まで名著して読み継がれている。このように武帝の知性は革命の名にふさわしいものであった。しかし、知性後半になると仏教に対する系統が極端なものとなり、たびたび仏事に捨てみし、 その度に一億千もの巨額によって皇帝の実を買い戻すという行為が繰り返された。これらに代表されるような仏教政策は財政の悪化をもたらした。548年、闘義の武将後継が張に基準したいと申し出た。朝廷では反対意見が多かったが、武帝は基準を認め闘義との友好関係を破棄し、北伐の出兵を行った。しかしこれは、 失敗に終わり、武帝は考え直して、闘技と和睦しようとした。武帝の変身を知った、法慶は、反乱を起こし、翌年に、健康を陥落させ、武帝を餓死に追い込んだ、法慶の乱。武帝の後は三乱の小綱、漢、文帝が継ぐが、法慶は五百五十一年に、皇族の正宗を擁立し、すぐに敗位して自ら定位につき、国号を菅とした。 この乱の中で各地に散らばっていた王はそれぞれ自立の動きを強めていった。その中でも慶州にいた武帝の八を将役、元御門は部下の大葬兵を派遣して552年に法慶を滅ぼし、皇僚で皇帝に即位した。さらに諸国、四川で皇帝を称した弟の将王治を撃破する。しかし554年に陽州志士の将、 公領の選定によって引き込まれた正義の大軍の前に廃止し、将は公領に入って皇帝を称した。この将の政権は公領と呼ばれるが、実質は正義の傀儡政権であった。また、職一体はすでに正義によって占領されていた。元御門が死んだ後、大相弁とこれも元御門の武将であった陳羽先、後の陳の武帝は健康において、 元御門の旧男である小方、佐氏を擁立しようとしたが、闘技にとって変わった北西がこれに介入して、北西の虜となっていた小円名を送り込んできた。大相弁はこれを受け入れて、小円名を擁立しようとするが、陳派先はこれに反対して小方、佐氏をそのまま擁立しようとした。この大葬弁と陳派先の争いは陳派先の勝利に終わり、小方佐が擁立されて、 高しみとなった。五百五十七年十月に、リが滅亡した後も、その残存勢力はたびたび王朝の最高を図った。リの有力な将軍であった、王林が、正宗、英華王皇帝に擁立した。また、高領付近を統治した高領は、正義とそれに変わった、北州、隋の傀儡政権ではありながら、五種、将まで三代続いた。隋が建国された後も、 小岩親小が自立して、両主を称している。さらに随末から当初にかけての戦乱の時期には、小族が、両の皇帝を称し、皇領をとと定めた。その勢力は長くは続かず、六百二十一年に、党によって滅ぼされた。五百五十七年に陳派先は禅城を受けて、陳を建てる。しかし、建国時点ですでに、 四川の広い地域と高領を中心とした京州北部、湖北省を奪われており、さらに国内には反対勢力が残っていた。陳派先は、その反対勢力を制圧することで寿命を使い果たして559年に死去。陳派先の老いの陳、文帝が後を継ぐ。文帝は、武帝の方針を引き継いで国内の反対勢力を制圧し、陳に昇降状態をもたらした。 566年、文帝が死去すると、文帝の子が後を継ぐが、すぐに、文帝の弟の陳、仙帝がこれを殺して自ら即いる。仙帝は北州による北西へとの共同攻撃の誘いに乗って出兵し、ワイナンを獲得した。しかし、北西が北州に滅ぼされた後、北州軍に大敗して、ワイナンを再び失う。陳はこのことで大打撃を受け、 さらに582年に即位した、陳宿法、五種は、政治を顧みず、北朝の隋に征服されるのは時間の問題となった。北州に変わった隋の文帝は、統一に向けて慎重な足場固めを行った。北方の突決に対して、万里の頂上の修復を行い、また長江へとつながる運河の整備を行って補給路を固めた。さらに、 傀来国家である高梁を潰して直轄受領とした。準備を終えた文帝は、一位大水の言葉の五百八十八年に、次男の陽を広し、後の陽代を首相とする総数五十一万八千の軍を送り込み、翌五百八十九年に、健康を陥落させ、宮中の井戸に隠れていた後、ある字を捕らえて、陳を没した。これによって、 精神が滅びてから273年、精神の短い統一期間を除くと350年以上にも及ぶ長い分裂の時代は終わり、先費系の随によって統一された。随の統一も第二代、妖代の時代に一時追えるが、長い分裂時代に育まれた有形無形の統一への機運は、中国が再び分裂することを望まず、その後に起こった塔は、 約300年の長きにわたって存続した。なお、北魏から東までは北魏がまだ前身代国であった時代を含めて約600年を数えるが、この年月の間に各王朝の成員による婚姻によって、これらの王朝間に縁石、血縁関係が生じている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。